カレーの飲むの、どうも原田圭セムです。今日3月8日はミツバチの語呂合わせでミツバチの日だそうです。カレー大好きな原田圭セムですが、甘い蜂蜜も大好きで、以前の動画で蜂蜜の味変をレビューしていますので、そちらもぜひ見てみてください。今年もカレー飲んでいきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田圭専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、富山県富山ブラックカレーです。富山ブラックラーメンは何度か味わったことがあるのですが、あちらは醤油ベースなのに対し、こちらのカレーは黒豆、イカ、炭、黒胡椒と、ラーメンとは味付けの方向性が異なるようですね。早速調理していきたいと思います。今回はトッピングにウインナーを焼いてみます。完成です。いただきます。なんでうまい。見かけに反して辛さはそれほどでもありません。イカ墨の風味がしっかりと味わえるので、シーフード好きの方はぜひぜひお試しください。黒豆もホクホクして美味です。黒胡椒の風味もウインナーにマッチしてます。今年の原田圭チェンジ。今回はインスタントコーヒーを入れてみたいと思います。少量のお湯でゆーく作っていきます。これは良くない。私が一度に入れすぎたせいもあるのでしょうが、コーヒーの酸味苦味とイカ墨の風味が完全に喧嘩しちゃってます。このカレーに関してはコーヒーは合いません。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは少し控えめ、ルーはイカ墨のおかげか結構とろみが強かったので、この辺りにさせていただきます。今回の富山県で残りが21都道府県です。食後のデザートもレビューしてみたいです。カレー飲んだ後のデザートのおすすめコメントください。今回紹介したカレーは富山県富山ブラックカレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は石川県ゴーゴーカレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれど、この歌を届けよう。 We sing this song